六月九日金曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です 日本放送飯田浩司の ok 康二アップこの後8時まで生放送です、えー、しとしとと雨が降っておりますところによってはね強く降るというところがありますけれども、えー、昨日のね番組のオープニングで絶対傘をなくすようなと <laughs> あるいは傘を忘れて、えー、帰るようなと、はいえー、いうことでですねあのー、いろんな形で思い出す手立てっていうのをね、えー、考えてそして、えー、夕方の番組に、えー、メールやツイッターを送ってお俺 メールを思い出させてくれと電波の私物化 <laughs>、えー、本当にねありがとうございますたくさんの方にメールやツイッターをいただいてですね Zoom、えー、の夕方の番組のスタッフからすると <laughs> この飯田傘飯田傘ってこれ何なんだよ、ね、傘で溢れかえってましたからねいありがたかったですね本当にね機密、えー、のふみふみさん、えー、増山さんが素敵に使わないでと怒ってましたが <laughs> あれから反省会などあったんでしょうかと私もつい調子に乗って 飯田君傘忘れないでねと番組内でツイートしてしまいました。いやどうもありがとうございます。ありえ結局のところ傘忘れなかった。いやまた危なかったんですからね。えー、<laughs> あれだけやって。そうそのまんまあのー、スタジオに上がろうとしちゃったんですけど、<ー>いやあのギリギリのところで思い出してあここで忘れたら絶対また忘れるよなって言ってですね。<laughs> ちゃんとあの傘を持って収録スタジオに行ったんで、で収録スタジオからも傘一応ギリギリ忘れずに。 持って帰ることができましたのでありがとうございますちょっとねあのやっぱり昨日ああいう天気だったんで傘を持たずに出たんだろうなっていう人が、えー、この有楽町界隈においてですね<ー>、えー、ポツポツ雨が降り出したところで傘をささずにですね足早に歩いてる姿をなんかを見ると少し優越感を感じたり <laughs> 傘持ってるよちゃんとお傘 <laughs> 持ってるよと持ってる時だけねいやいや本当に、ね、ありがとうございます得意気になっちゃう <laughs> <laughs> たくさんいただきましたありがとうございますありがとうございますでその収録現場が何かっていうのはですねまあ薄々勘づいてらっしゃる方 もうすでにいらっしゃいましたが、特番を収録してきました。うん、で、えー、これがですね、えー、今週このこの週末日曜日、えー、6月11日日曜日の夕方6時から C に放送されます。えー、飯田浩二と田中美和子噂の60分というですね番組でございます。まああのー、翌日月曜日からあお調べ週間、はいえー、スペシャルウィークを迎えるということでまあ各番組いろいろと企画を練って。うん えー、お送りしますんでその模様というのをね、えー、軽くご紹介をするよとで、えー、それから上半期が間もなく終わりますんで2023年もそれを振り返ってのトピックスなどもご紹介していくとう、えー、いうことでございましてまあそこでですね田中美和子さんですよ。ね、お美和子様とは初めて,、はい初めて ですか番組は初めてだよ<ー>完全に初めてでねまああのー、存在はもちろん存じ上げてる <laughs> それそうですよ、えー、存在って <laughs> そう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 ねあの鶴光師匠との、はい、そのコンビネーションの見事さっていうのは僕も聞いていましたし、うん、それこそ、あのー、鶴光師匠と美和子様ねえー、もう日本葬でずっと夕方もう番組やられたってことがありまして、はい、でそれが90年代ぐらいからあったんで私横須賀で生まれ育ったわけですよで 小学校、中学校とかの時にもう地元のお店とかね入るとまあ、日本層がずっとかかってるというかうん、うん、まあぶち上げたし日本放送以外の入りが非常に悪かったんですね。あ <laughs> あのの特にあの当時はまだ地上波 エイムしかなかった時代っていうのは<ー>本当にねやっぱあの日本う電波塔が木更津にあるんで、えー、海を越えて横須賀はクリアに聞こえると他の局はどことは言いませんけれどもなかなかこう入りづらいというのがありましたんでまあそうすると夕方例えば床屋さんに行ったりなんかするともうそこでですね、えー、なんか関西弁のおっちゃんと声の高い,いお姉さんがですね <laughs>、えー えー、しの強いお姉さんが <laughs> もう「昼ばっかりしぼでし喋ってんだ」みたいなのがねずっと聞こえてくるとそれがだから師匠とおみやこだったわけでそのおみやこと一緒に仕事をするっつうのはなんかねこう時を超えてすごい不思議な感覚があって「あのゲラゲラ笑ってたあの人が目の前にいるわ」みたいなね <laughs> いやちょっとまっすぐ見るの緊張しちゃうみたいな感じであ緊張しましたいや緊張したよそりゃねえだってあの頃の自分に教えてやりたいっていう <laughs> お前聞いてるこの人と三十年後仕事すんだぞみたいな、ね、そうですよね いやー、うん本当なんかねいろんな感慨深い感じがあったんですがまあでもね、ね、あのー、この上半期でいろんなことあったぞっていうのを、うん、まあおみやこ様ともお話ししたりなんかしてね、えー、ちょっとその子育てトークなんかもね先輩ママにいろいろ聞くみたいなのもあったりしるのでるほど、えー、勉強になりました。本当に、えー <laughs> えー 明日じゃない、あのー、週末日曜日の夕方6時から7時でございますぜひお聴きいただければと思いますで特番というとですねもう一つうその翌日12日月曜日の、えー、夜う7時から 9時50分まであの清水美智子さんとミチャインポッシブルが復活ということで、うん、え今回は愛すべき天然大作戦、えー、芸能界の天然といえばこの人浅田美代子さんも登場ということでございますんでこちらもぜひお聞きいただければというふうに思っておりますまあ来週はね、えー、この「コージーアップ」もスペシャルウィークと、えー、コメンテーター交流戦でございますんで、はい、えぜひ、まあ、あのこの1週間はとてもとてもとても大事な1週間ですんでまあ普段ね、えー、ラジコタイムフリーだとか、はい ポッドキャスト YouTube で聞いてるよっていう方ももともとは平日朝6時からの日本放送を聞いてるということでございますのでその辺ご承知を聞いただきながら一つよろしくお願い,いたします,しいしますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの蛍光寺アップはリスナーのあなたコメンテーター私だしんぎょアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思いますえー ラジコのね、エリアフリーなどで、結構、いろんなところから聞いてくださってるんだな、とこういうところがありますが、宮城県仙台市からいただきました。くらちゃんさん、いやー、勝ちましたね。楽天がまさか、楽天が阪神に二勝一敗。カード勝ち越し。しかも、昨日八日は逆転。さよならホームランで楽天の勝利。いやー、下の井田さんはどんな反応するのかなと。リスナー兼楽天ファンである。私にとっては、ワクワクしながら試合を観戦していました。と、二十七歳男性の方から。 <laughs> いや湯浅で打たれるとつらいわ本当にねいやまあ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 なんとか抑えてくれと思ったんだけどねまあ長いシーズンこういうこともありますけれどもいやー怖いのがやっぱりね今年のね「ショーアップナイター交流戦」のテーマまさに「何かが起こる交流戦」っていうね銘、うんえー、打ってやっとりますけれどもいやいや 本当にジャイアンツ昨日も勝ったでしょしかも延長まで0-0で行ってて、はい、そこから丸選手のねえ満塁ホームランですよあれも見事なホームランだったけど いやこういうの勢いっちゅうのはあるからね,そうですねまずいんだよ本当にさ<ー>やっぱ遊郭富士にああいうことを書くとやっぱその不安が的中するのかとかいうね <laughs> そうフラグ立てちゃったのかとか、ね、たあ <laughs> さあねえー、来週「ナイター」もすごいよ,そうですよなんか総額100万円のプレゼントがあるとかね,ね<ー>すごいらしいんだよこれが えーえー、ぜひ夕方5時30分からの日本ーシャップナイターこの交流戦の熱戦もお聞きいただければと思います。 さあ今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さんです取り上げるニュースまずは、えー、ウクライナのあのダム決壊についてゼレンスキー大統領が被災地を訪問いたしました、えー、そして骨太の方針原案がまとまるということでまあ経済安全保障やサイバーセキュリティなどについても伺ってまいります7時10分過ぎおはようニュースネットワーク北朝鮮がミサイル発射をめぐる国際開示機関のお対応を批判というところから、まあ、地域

に土砂災害警戒情報が出されております、えー、静岡下田市と南伊豆町を対象としまして、えー、土砂災害警戒情報避難が必要となる危険な状況となっているということで、えー、警戒レベル4相当の情報が出されております、えー、降り続く大雨のため土砂災害警戒区域等では命の危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況であります えー、崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、えー、市長から発,発令される避難指示などの情報に留意し、えー、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください、えー、静岡県の中部西部には大雨警報も出されております、えー、下田市南伊豆町を対象として、えー、避難、うん えー、土砂災害警戒情報が出されております、えー、避難が必要となる危険な状況です警戒レベル4相当の情報ということです、えー、行政の情報等々留意しそして速やかな避難をお願いいたします、えー、土砂災害警戒情報気象に関する情報をまずはお伝えいたしました えー、さてスタジオには長官各紙が入ってきております今日の紙面一面トップを見ますと、まあ、バラバラというところでありますが後ほど取り上げるニュースで言いますと朝日新聞一面トップは入管法の改正案について参議院の委員会で昨日、可決されましてそして、えー、このあと今日ですねうん本会議で可決・成立の流れということになっております、まあ、これ後ほど取り上げます。 えー、それから読売新聞は臓器移植について25の国地域でという厚生労働省の調査ということで NPO 法人が無許可で圧戦をしていたという事件を受けて、まあ、厚生労働省がその実態の調査を進めていたということその調査結果をの報告を記事にしております。えー、厚労働省調査帰国後通院人とと、えー、つの仲介団体が関与していたといたうこと ことが明らかになっております、えー、そして気になるニュースということで、えー GDP についてであります。あのまあ国内総生産の速報値、これ一時速報が出てその後改定値というものが出てまいります。まああのこれね、えいろんな統計をまあ合わせて数字を出すというもので、まあ一部まだ間に合ってなかった部分をお出すという形で、まあ一番顕著なのは法人企業統計といって、まあ法人の設備投資だとかの詳細なデータがね、えー、入ってくるということで、まあその辺を加味したものを出して。 くるというところなんですがでこの法人企業統計があ今月う先週だったかなあに出た時にですねまあ設備投資が結構伸びていたんでこれで gdp も改定値は伸びるんじゃないかということが言われておりましたで実際ですね改定値は伸びました a、えー 季節調整済みの値で、えー、物価の変動も加味した実質のものがです、ねえー、1月から3月期0.4%のみだったものが0.7%の伸びになったとでこれが、えー、仮に1年続くと仮定した年率換算では2.7%増ということになってきておいい数字だねということだったんですが、えー、蓋を開けてみるとです、ね、これ詳細はあのー、総務省のホームページにもあ内閣府か、えー、ホームページに載ってますので、まあ、ご興味ある方はご覧いただければと思うんですけれども、あのー、企業の民間の 企業のです、ねえー、設備投資は確かに伸びていて0.9%増から1.4%増に伸びているので、えー、あこの影響かなと思いきや寄与、ね、率的にはあんまり寄与していなくて。 それ以上に数字の伸びを支えたのは在庫の変動ということで民間の在庫変動が0.1%増から0.4%増になったというところがこの部分が結局、数字を押し上げたという部分になったようでありますでこれ、在庫が増えたっていうのはよしあしで GDP 的にはねあの生産されたものが積,んで積み上がっているのでえ上がるとプラスの作用するんですけれども じゃあこの手元の在庫どうするんだよとそのままになったら何もあの利益も生まないんでこれをはけさすためには一旦生産止めて在庫をまずはけさすみたいなことをやらなきゃならないんでえ次の期以降うーんちょっと下押し要因にならなるかもしれないなというところでありますまもちろん1、3月期の数字なんでこれえ例えばえ中国の経済の回復だとかあるいはえアメリカやヨーロッパも少しいい 今年の数字っていうのは思ったよりもいいというのが出てきてますんでまあその辺でまた支えがあるのかもしれないですけれどもただまだね、えー、ちょっと不安定な要因というのが多いのかなとこういうところもありますで他方このねあの数字パーセントで、ね、表示されることが多いんですけれどもあの実際にですねじゃああの GDP 出来上がりの数字で年率換算したものをあの金額に直すとどうなのかねというのが出る出てきてるんですけれどもそれを見ると、えー 571兆9000億円ということで名目 GDP の年間残額は過去最高、まあ、こうなってくると、まあ、景気はいいしその分、税収も上がるしじゃあその上がった分の上振りした税収どこに使うんですかっていう、ね、話にもなってくるというところでいやだったら増税必要,なんじゃ必要ないんじゃないのとこういうような議論にもなってもおかしくないんですがなかなかそこに言及するようなメディアは多くはないなというところであります。ここが気になるでした 六時三十五分です。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授金原信勝さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。さあ、まずはウクライナ情勢に関してですけれども。ゼレンスキー大統領はあのダム決壊によって被災した南部ヘルソン州を訪問したということであります。この過放火ダムの決。 会というねまあなんかどっちがやったんだろうとかいろんなことが言われてますけれども永瀬さんどこらになりますか、ね、ダムと原発はですね今の国際法じゃ攻撃しちゃいけないんですよね、はい、そうですよね攻撃と攻撃として B 級 C 級先輩になるんですよや,やるということは相当のことなんですよね、はい、でこれはあのおそらくあの、まあのまもし 仮にロシアがやったんだとすると、もう切羽詰まっているということですよね、ああそこ水浸しにすると、ドニープロ川ってすごい水量が多いので、はい、あそこけ結果を決壊させると、攻めてこれなくなるんですよね、ロシアは守ってる方が東側ですから、西からも入ってこれなくなるので。はい、でもあの 今年今年が来年がもう勝負なんですよ、ウクライナだってスタミナが永遠に続くわけじゃないし、ウクライナが負けてアメリカ大統領選挙に行かないので、バイデンさんはもう今年頑張るんだろうなという感じで、F16 も入ってきますし、はい、そうすると、どこか,かで天王山になるんですよね、うそうするともう、もう三つ浸しにしとけば入ってこれないので、はい、あもう思い切ってとんてやっちゃったっていうのは、それは軍事的には合理的ではありますけどね、いやこれは、ね、戦争犯罪なんですよ、やっちゃいけないことやってるんですよね。う で、ね、ロシアの支配地域の方がより水浸しになっていて、被害も大きいというようなことも言われてますよ、ねうん、でも、焦土作戦とか、やっぱり自分の国土をめちゃくちゃにしても適用せつけないとやりますから、戦争の時は。あ<ー>それ切羽詰まってってことなんですよ。 そこまでやらないと勝てないと思ってると思いますねそこまでやってでもでも続けていれば勝てるっていうふうに僕は固めてるのであの陸上戦ていうのはざんごう残骸を掘りまくってですね、はい、道にあのセメントのブロックを置きまくって敵が絶対入ってこれないようにして時代で固めて、はい、始まるともう1センチも動かないままあ、23か月続くっていうのが陸上戦ですからそれで押し切られたらお芝居なんですよね、多分びちゃびちゃに水浸ししたとは入ってこれませんからね、はいで、そこまで考えたということだと思いますよ。 そうすると、これね、ウクライナは、これから反抗していこうと。大規模反行が始まったというのはねん。かなり、その進出路は限定されてくそうですね。そうすると、守りやすくなるわけですよね。そこに、こう集中させれば良いと。本来は、だから、あの、ドニエプル川を渡って、南に。クリミア半島の方に行こうとしてたと考えられるんですかね。あ、それは、あの、お、なんですか、今のヘルソンを取った後ですね。えー、ドニエプル川の。 西側のヘルソン地域は取ってあるので東,この東側、川を渡らな,くちゃいけないんですよこれが苦しいいんんでですすよね渡れないんですけどんそこが取れちゃうと横のザポリージャに行くかです、ね、東側に行くか南に下がってクリミアに行くかっていうのはそれはチョイスがあるんですけど<ー>クリミアは海に囲まれてるからなるロシア海軍がいるんでそれと <laughs> 海側から力がないしと <laughs>、えー、まずはウクライナ情勢に関してでありました、えー、金原さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろししくお願いします。 番組スタートから5年初のイベント開催決定飯田工事の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。 6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまで あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージアップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げます。えー、今朝は元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授金原信勝さんです。えー、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします、えー。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地八日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて168ドル59セント高い。3万3830 十三ドル六十一セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は、百三十三点六二ポイント上がって、一万三千二百三十八点五二でした。一方、円相場は、一ドル百三十八円九十銭付近で取引されております。ハイテク株中心に買いが入って、三日続進であったということであります。では、この時間、取り上げるニュースはこちらです。 骨太の方針の原案がまとまる。 政府は7日経済財政諮問会議を開き経済財政運営と改革の基本方針いわゆる骨太の方針の原案を示しました防衛力をめぐっては戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に対応するため抜本的に強化すると明記研究開発、公共インフラ整備サイバー安全保障同志国の抑止力向上という4分野の推進を掲げております えまあこの骨太の方針というものが予算編成の下敷きにもなってくるということもありますしまあ今後の方針というものが見えてくるというところですがこと安全保障に関してというのは金川さん、どうご覧になりますか。月のの末にあの各省庁からあの 予算減を出すので、はい、そ,のそれ拡充を出する指示なんですよね。うん、総理大臣指示ですから、はい、ここ真面目やってくれっていうまあ官邸の指示が骨太方針なんですよ。うん、そこにだからあの総理のまあプライオリティが入ってくるんですね。はい、安全保障が入ってきたのは二千十八年の、えー、あの。 防衛対抗からなんですん、はい、それまであの防衛をですねあの国の,あの予,算予算編成の中核に持っていくるって言ってなかったんですけど中国がいきなりうちの3倍の大きさになったのでこれなんとかしようと言ってそれで,す、ねで,でまあ、オークラッシュも本気になってくれて、えー、それからあの割とあの骨太の高いプライオリティにこに防衛が入ってくるようになったんですよ。ま延長だと思いますね 今回は、まあ、経済安全保障だとかサイバーとか、まあ、そういった部分もお盛り込まれていますけれども。まあ この辺経済安全保障に関してというのは、まあそれこそね、あの金谷さんが家庭にいらっしゃった時あたりから、まあ経済反というものがまずできてと、はいうん、この問題意識というものが高まってきたと思いますけれども、この一連の書きぶりっていかがですか。今やってることでお金がいるやつをですね、バンバンと入れてあるんだと思いますよ。はい、例えばあの重要物資の製造のためのあの資本強化と書いてありますけれども、はい、これ今やってるあのサプライチェーン強靭化という話でですね、はい、これがないと。 国民が死んじゃうみたいな物質がいっぱいいるわけですよ、うん、で、結構あの中央からの輸入に依存したりするので、はい、もしバーンと切られるときにですねちゃんと対応できるようなこの足腰を強くしようということで、うん、少し内政化して 国内産業にちゃんと作れるようにしておかないといけないという話で、そうするとお金がいるわけですよね。はい、企業参加したら中国は安いのでな、なんで国産なんですかって話になりますけれども、最低限国産にしておかないと、嫌いりとに困るでしょと、うじゃあ、だって割高なんですけどって話になってくるわけですよ、ね、<laughs> 割高になりますよね、そそこちょっとどこかでお金を入れないといけないですよね、<laughs> はい、安く作らせるか、まあ、あの安く買わせるかしないといけないので、そこはお金を払ってもですね強靭化しておかないと、中国で腹が立つとですね、はいあの 台湾のパイナップルとか<ー>フィリピンのバナナとか、はい、オーストラリアのワインとか、えー、リトアニアなんてもう全貿易ストップですからねリトアニアそうですよねうち2010年に1回レアアースでも止められちゃったので、はい、あんまり貿易って感覚がなくて兆候っていう感じなので調<香>すよ <laughs> これがね結構平気でやるのでみんな困っていてですね これ今世界的な問題になっていて中国がいきなり貿易を切ってきたらどうするんだということでサプライチェーン強じ化しようということでしょっちゅう集まって話そうという日米の,あの重要鉱物資源の,あの今日 まあこうサプライチェーン強化協定って作ったんですね、今年の頭に、はい、今それを i p f でやろうとか、ですねあ<ー>中国にぎゅっと締められたら、みんなでまって相談しようとか、ですね、うん、最近、こういう動きがあの活発になっていると思います、ね、あの広島で行われた G7 サミットの中でも、そのま、中国の経済的威圧だとか、まさにそこの部分に対応しなきゃと、でしかも一国だと、おられちゃうから、そうですね、たくさんの国でと。そうです、うん この辺、ま、日本の果たす役割というか、期待されるところというのも大きいんでしょうかあ大きいですよ、日本はあの安倍政権からも自由貿易の機種になっているので、うん、みんなあのアメリカファーストとかです、ね、産業が空洞化しているので、はい、ちょっと保護貿易に傾いているときに、日本だけ逆方向を見て、ですね、うん、RCEP だ、CPTPP だ、日 EUFTA ってやっちゃったわけですよ。はい、なんとなく日本って最近、自由貿易の機種だねって、ちょっと20年前からイメージがずいぶん変わっていて、ですねで私たちがこの自由貿易全体の強靭さ あんまりあのマーケットだけに依存してるとマーケットは悪用すするる人がいるわけですよ相互、はい、依存が深まると逆手にとって手をねじ上げるとかね、うん、ちっちゃい国の、はい、そういうことをやるのでいやそれはルール違反でしょうと。 いうことは日本は、日本言わないといけないと思いますね。うん、アメリカもその気になってるので、毎日ペイ結構引っ張ってると思いますよ。あまあ、アメリカはね、本来であれば、T. P. P. に復帰してくれるのが一番いいんでしょうけれどもあ。もうですね、これ、あの産業は空洞化しているので、はい、日本と同じなんですよ。もう、労賃安い方に工場が出ていくわけですよね。はい、そうすると、ジョブ、ジョブを守れって話になってくるので。 もともと自由貿易は共和党なんですけども共和党だけにトランプ党になっちゃってるので、うん、これが自由貿易あの保,護保護貿易化すたとです、ねはい、民主党はもともと労働組合代表の保護貿易ですから<ー>で自由貿易の基地がいないんですよとりあえず CPTTP はもうアメリカはごめんねっていう感じでですね、はい、マーケットを外したやつで IPEF てやって組み、えー、か関税を外したやつで、はい、貿,易貿易協定じゃないから経済協定で IPEF てなってて。 でみんなアメリカっていうマーケットがあるからアメリカに寄ってくるわけですよね。関税を占められちゃうとですねじゃあ<ー>なんでやるのとなるわけですよ。はい そこで私たちがちょっと付き合ってあげましょうよと一生懸命日本やアメリカのような国からするとその関税、貿易の部分というよりもルール作りだったりとかそこの部分を重視するけれどもやっぱりアセアンだとかね新興国にとってはマーケットの開放度あ,あ私たちは価値観とかルールとか先に来ちゃうんですけどレーバーとかですねあの環境は来るんですけれども、はい。えー 国はとりあえずまずまま発展なんですよ、ま、だ食べ盛りの子供みたいな感じですからご飯ないけど勉強しましょうって言われたらです、ね、ーえーっとこうなるわけですか、ね、てそこをなんとかそこも一生懸命でもちょっとなんそうは言ってもアメリカだからといってち,っちゃんとやらないと中国にのされちゃうしと言ってですね、はい まあうちが間入って皆さん、皆さんと言って長男間、取りまとめやってる感じですよね、うんうん。では、一方で中国はその経済力でもってうちにくりゃもうがるぞというのをやろうと,するとそこはもうあの本当にお金があるので今まだそのうちなってなるかもしれませんまだ今、すごいお金があるのでまずヨーロッパの切り口ですよね、ドイツ、フランスやられていて、はい、あとは ASEAN アアもそのあたり、7時をまたいで続いてまいります。うん えまず気象に関する情報ですが下田市の全域に避難指示が出されました、えー、土砂災害が発生する恐れが高まったということここのところのこの大雨によって土砂災害が発生する恐れが高まったということで下田市の全域に避難指示が発令されました。 えー、対象の世帯数1万とび473世帯、えー、人数にして1万9894人と、えー、いうことであります、えー、土砂災害発生の恐れが高まったということで下田市全域避難指示が出されています持続、えー、な行動そして命を守る行動を取っていただければと思います、えー、行政からの追加の、ね、指示等もお気を付けください下田市全域避難指示情報をお伝えしました まああのこうしたね災害等々というものに関しても、金原さんもこの官邸の中にいらっしゃって、その対応というのもね様々やっていらっしゃったと思いますけれども、こういうことが起こると、もう24時間対応ということになってきますよ、ね、防災は強いですよ。防災は強い防災は強い20分以内に全,全局長は 線傷とから集めますので、あとはあのコンピューターで入ってくる情報はすぐわかるんですよ。停電とか<ー>スマホは使えないとかですね。はい、ただあのであの家が水流されるのも結構見えるんですけど、まあ地震が怖いんですよね。山奥でこう家が潰れたらわからないんですよ。夜だと本当にわからないです。ん<万>目視では全くできない、ね。6万人とか全員動員かけて自衛隊警察、はい、消防署はだて出てくれるんですよ。日が差すとわーっと見えるのですね。またそこが突っ込むんですけど。 でも防災は強いですよ、この国の防災本当に強いと思いますね。 ユージの練習、全くやってないので防災に関しては、こうしてね本当、毎年どころか、季節、季節で体を動かす仕事なので、練習してないとスポーツと一緒ですから、瞬間、2、3万人バンと動くので、よく動いてるチームは強いんですよね、ユージが全然練習してないので、自衛隊やってますけど、政府全体の練習ってやったことがないので、ユージは多分こけますね、政府ね。やらないといけないんですよ。 戦争練習ってみんなが嫌がるわけですよ、政治家の人はみんなね。そんなものを想定してるのかっていうふうに、今まではねそうそうでで、起きたら想定外想定外っていうわけでしょ、<ー>それは無責任ですよねって話ですよね、もうぼちぼちぼちこれもやってもらわないといけないんですけど、ね、確かにね、あの災害に対しての訓練というものは、まあ、9月1日に政権を巻き込んでやったりとか、はいいろろな形でやってますもん、ね、関東大震災の日に必ずやるんです、全閣僚で2時間やるんですよ、びっちり練習するんですけど。 ああいうことやらないといけないですよねそろそろ真面目にやらないといけないと思います でまあ、この、ね、安全保障に関してとていうのも、まあ、あの今国会でもいろいろ法律があできていますで、えー、その中にその防衛装備品に対する生産の基盤ここを支援するという法律も出たということなんですけれどもこの生産基盤強化方法等々、まあ、この備えというものは金さん何度もご調書でもご指摘なさってましたけれども。 ままだまだ足らないところヘロヘロなわけですよ、防衛産業というのは、青池、と雪ですよ、小松さん撤退ですからね、や<ー>めたいって会社いっぱいあるわけで、もうか、全然儲からないし、であのお客さんは防衛省だけなので、はい、防衛省はすごい強気ですから、もうねりねぎるわけですよ、何やってて、うん、全然儲からないわけですよ、でもやめたいという感じになっているところをです、ね、うん、もう一っこう今度はまあ43兆円増えますからね、はい、防衛産業も立ち上がってくださいということで。 政府の本気度を見せるということだと思いますね。ただですね。ちょっともうもうかなり。もうあのガリガリになっちゃってるので、はい、あれをもうペン強くするのは大変なことですよ。<ー>私はもうあの最終的にはあの何ていうんですかね。重厚さんと電気さんが多いんですけども。はい、もう日本ユナイトとかね。ジャ<ー>パンユナイトで2社にまとめちゃうとか。はい そのくらいまでやらないと、もう生き返らないと思いますよ。個々の会社でやってると、もう規模が小さすぎる優秀な人いっぱいいるんですけど、普通あの大きな重工さんとか電気会社にバーっと分かれていますし、あとあのま強い弱いでこぼこしたとかありますしね。優秀な人いっぱいいるんですよ。あれをあの人たちを生かすしか見がないんですよね。もう相当思い切ったことやらないともうついていけないと思いますけどね。 だからこれも、ね、なんかあの海外輸出をやりやすくするとかそういうようなことでやってますけど、うん、もっと構造を変えないと、うん、海外輸出も防衛、はい、産業さんの方からしたら、ね、もうガリガリで英雄市長でガリガリって感じなわけですよ、えー、オリンピック行けって言われてちょっと待ってくださいと<笑><笑> <prés throat> ちゃんとご飯食べてないんですけど, <laughs> どみたいな <laughs>、はい、<laughs> ちゃんと予算つけてくださいよみたいなそこからですよ。 本当に終わっちゃってるので韓国が日本と同じぐらいのタイミングで10年前に防衛産業許可入ったんですよね、うちは失敗しちゃったんですけど韓国はもうアアジ中国を除いてアジア第一の武器輸出国ですよ、ポーランドに戦車仙台とかですね派手にやってるわけですよ、たった10年ですよね、の国上げてやりますから、不国強兵なんで、うちもちそういうことやらないと。 このままとこのまでもうと,とてもとても立ち上がれないと思いますけどね。えー、ニュースシジマタギでありました。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー 今月はジャーナリストの有本香里さんとイスラム思想研究者の飯山あかりさんにご登場いただき中東をテーマにお話を伺っていきます週末もぜひチェックしてくださいおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです北朝鮮がミサイルの発射をめぐる国際海事機関の対応を批判 船舶の安全などを取り扱う国連の専門機関 IMO= 国際海事機関では日本やアメリカ韓国など13カ国が北朝鮮による相次ぐミサイルの発射や軍事偵察衛星の打ち上げの試みを非難する決議案を共同で提出し先月31日に採択されましたこれについて北朝鮮の海事当局は不公正かつ不法な決議を排撃し絶対に認めないと反発しております 北朝鮮がこの事前に通告した、まあ、彼らの言うところの衛星の打ち上げ弾道ミサイルの打ち上げですが6月11日までと、えー、いうことになりますのでまさに今週末までとこういうことになっております、まあ,あこれによって運搬能力をこれ高めようとしているとといううことなんでしょうか、まああの。北朝鮮はミサ,ミサイルしか核ミサイルしかないんですよね。 ミグとかですねカローラ対ポルシェみたいな感じなのであの韓国軍とやると、そ、はい、うするともあのミサイル核ミサイルしかないんですよ、そ一生懸命揃えてですねどんどん良くしていくのがもう唯一対抗することなので絶対やめないんですけれども、国連決議違反なので、安保理決議違反ですから、次、はい、のはダメだめだだめだというのは当たり前なんですよね、やめろやめろということになるわけですよ。 いやいやもうや,やめられないということで何言われてもやるということだと思うんですけどねあとまだもう,もう2日あるんでまた黙って撃つんじゃないかとかですね撃、はい、たれるとあの飛行機飛んでるし、はい、漁船も商船もあるんで危ないわけですよよくないですよね本当にね私たちも何か集まって一番初めに「漁船飛行機大丈夫か?」から始まるんですよ。 落ちとバッと簡単に集まるとなるほど、うん、民間人被害ないよねから始まるのでさ i m o がななんだよっていうのはよくわかりますよねおおまあねそれだけしかもね今回予告されたところっていうのもまあまさにシーレーンであって、えー、でいろんなんあの落<う>ちこの人たちまだ上手じゃないので落ちるわけですよね失敗してボタッとこうやってまあこのねさあのこの間のだって失敗したっていう話でしたよねそうそう下に誰もよかった中いいけど下に下、えー、にふに進んじゃいますからねうん うちもミサイルボーイのやつをねまた沖縄に持って帰った話しなってるけど、はい、あれはあの沖縄を狙ってるんじゃなくてもう、うん、おかしくなったやつを落ちてくる可能性があるわけですよ、ねうん、それを,それを人のいるところに落,落ちさないようにす まあこの、ねえー、全体としての日本をどう守るかという話、まあ、北朝鮮もそうですし、まあ、核持ってる国っていうと周りに偉い,いますもんねあのロシア、中国、朝鮮と3つありますから、はい、韓国、台湾は持ちなかったんですよ、ずっとあれアメリカ持たせなかったんですよ、うん最近までやってたんですよ、あの人たち。うん前頭艦とか離島機とかまで、はい、諦めてなかったんですよ、核武装最終的に諦めたんですけどあ<ー>中国は北を止めなかったんですよね。 持たしちゃったんですよ北がく持ってると絶対アメリカにくっつきませんから中国は北朝鮮離したくないんですよ<ー>北朝鮮は結構嫌いですから私たち北朝鮮と中国というのはそんな仲が良ない朝交関係なのではい。まあやっぱりあの上からすごい上から目線ですから本当は嫌いなわけですよ北朝鮮からしたら中国のことが、えー、北朝鮮はもっとアメリカと二股やって両方からお金もらおうと思うんですけどもそれは絶対あの中国は許さないんですよね うそうすると、核持ってると、絶対アメリカお金くれないので、はい、核持ってる方がいいじゃないかと。<ー>と、北中国を持ってる可能性あると思いますね。なるほど。アメリカは真面目に全部、日本と台湾と、あの韓国に核持たせないとね、ガリガリやってきたんですよ、ずっと。えーえー、中国、あの、ちょっといまいち真剣度が。 足なかかったんじゃなないと思うですけどねるほど抑えるようなポーズだけ見せて実際抑えなかったっていうのは一応 P5 なので朝鮮半島に比較かとかって口で言うんですけど例えばでも北朝鮮ってね200万がしですよ90年代とか中国になるとあの国は潰れるんですよあったら負させればいいじゃないかと思うんですけどやらないんですよね なるほどね中国からしたらやっぱり北朝鮮が存在しそしてアメリカなど西側と直接対峙しない形を作りたいえそうですねだからあの中国からすると北朝鮮っていいバッファーステートでかつアメリカの敵を集めてくれるので楽なんですよあ<ー>で絶対あの朝の、朝鮮半島の北側も二度と西側に取られないから思ってますから。朝鮮半島ももとと 酪農軍とか他の植民地から始まっているので、はい、そうすると何となくまあ自分たちのとこだって意識があるんですよ朝鮮半島、両島半島、三島半島この三半島っていうのは北京の,の海の出口ですからね、はい、あれは絶対にの出口、ね、絶対に取られないってのがあってうんそれを日本に取られたわけですよ。あはい、でその後も南半分はアメリカが実質上 あ抑えちゃってるのでの北半分は絶対に渡さないと言うのが、はい、それは中国側国の基本だと思いますねうんそのあの核やめましたと言ってですね、はい、アメリカにフラフラって言うからどしゃっとアメリカの金が入ってくると困るわけですよだったら核持ってアメリカと喧嘩してなさいとあ<ー>と腹の底で思ってる可能性はあると思いますねそれがこう中国のま戦略の可能性があると腹の底ではそう思ってる可能性があると思う<ー>でないとねあの。 まあ本当はやめやめさせられたと思うんですけどね本気になれば中国があの六カ国協議とかあのぐらいの時期にやる中国はやめさせなかったんですよなるほど北朝鮮に中国に対してすごい反発するんですけどねあの人たちも日韓関係以上ですよ<ー>中朝関係ってそうなんですね、うん、なんかこちらから見ると血の同盟みたいなことを言われあ口だけ口だけでそれこそねそ中国で何かあると北朝鮮が陽動のように動くんじゃないかと言われますが。 そんな甘いもんでもないわけですか。中国とまあ仲、な日本と中国は仲良かった頃に中国外国官とまあニューヨークで酒飲んでると、<ー>いや大変なんだよというわけですよね <laughs>。ああ北朝鮮との対話交渉してると当然ハイザロー投げるとかですね <laughs>。言ってましたよ。結構激しいんだようちもとか言って。へえ。でまあこれねその。 北朝鮮のミサイルにも我々、対応しなきゃならないしでやっぱり中国のこの圧迫に対しても大きゃならないし中国ですよね。核ねうん、北側日本に核を打ち込むとさよっぽどのことでもう自分たちも死んでもいいと思う時ですから多分それはないんですよねあ中国は大きいしですね、はい、あのこれから核兵器の数もどんどん増やしてくるし 核も小型化していくと思うので、うん、中国はもういろんなバラエティがありますから、はい、台湾戦争さえなければ中国も怖くないんですけど台湾戦争がある時に日本に対してどう核のどう化してくるかって考えておかないと核の、えー、<ー>核はあの政治兵器ですから、はい、本当に使って軍事的に意味があるように使うってうはもちろんあるんですけども。 政治的な洞窟でバーンと使って,て今今プーチンですよまさにウクライナで、えー、あれ政治洞窟ですから周りの国々だとかにねこれ家具使うぞお前、えー、NATO が来たらっていう風に抑止し、ね、アメリカビビっちゃったわけですようんアメリカ半腰から入っていったんですよねはいああなっちゃうんですよだ<ー>からそこは考えとかないといけないんですよねアメリカ側やって半腰で入ってきた場合にはこれ日本 あるいは南西諸島っていうのは、どう守るか。普通はですね、はい、核の世界って面白い世界で。はい、大核戦争だと、人類が滅びますから。あの、本当の核兵器国って、すごい反応しになるんですよ、戦争になると。うんところがですね、前線にいる非核兵器国の同盟国が。はい ビビるるわけでですすよよ捨て駒になると思うんですよねうん私が核でやられてもやり返さないでしょうとか、はい、結局私がいなくなって世界平和になるんですかとかですねこう,こうなるんですよ。でドイツがすごい焦ったんですよね。ドイツががいいない平和がですね第3次世界大戦の結果だとーえーって言うんでそれでも大量に核を持ち込んでん核等核というまあちっちゃい核,核の仕組みを作ってもらったりしてるんですけどもう,うちは結構良かったんですよこの辺って。 うん、ロシアってロシアのお尻見てるだけなの私たちって。旧ソ連は旧ヨーロッパを見てたからですね、はいで。中国はこっち来ちゃったししばらくニクソンと岸田なと、はい、楽だったんですよ。んあんま真面目に考えてこなかったんですよね。あんまあ広島長崎があってですね。 中国対あの日米同盟なのでうちが一番前なんですよ。そうですよね,すよね突然真剣にならなくちゃいけなくなってこれからどうするんだということなんですけども、えー、安倍さん、ちょっと議論しようって言って亡くなっちゃったので、うん、安倍さんが初めてですよ政治家で核の話しようて言ったのにこれれヨーロッパで正面に立たされてであの本当に 機関を持ってやっててやたドイツでドイツはその核共有とかやったと日本はあの非核三原則というものがいまだに残っていてそれがでやろうにも自分たちで縛っちゃってる、ね、非核三原則があったから核が落ちましたって言ったらそれは国民に対して申し訳ないですよ。はい、非核三原則で核は抑止できるはずはないのでじゃあどうやって抑止するんですかって真面目に考えないとうん国会対策ですかね、非核三原則って<ー>社会と共産党がうるさいから、まあ、付き合ってるというかしょうがないわけですよ。 当時は、ね、社会統共産党それのソ連の味方だから当然、そういうことになるのは分かるんですけれども、はい、だけどあの、もうそんなもんないし核の恫喝がリアルになってきたのでんそんなこと言っている場合じゃないだろうということなんですよねそれと長期的な核開発そうそうは長期的に正しいんですよ、はい、目の前にいるわけですけど中国、朝鮮、ロシアというのがうじゃこれにどう対抗するんですかというのは別に考えないと。 これ考えなかったら無無責責任任ですすよ政府は無責任だと思いますね、まあ、ある意味、広島で出された宣言というのは、うん、そこをなんとかすり合わせてという,そう,そうものだったわけです、ね、長期的にインドとかみんなはっきり言うのは、はい、核はない方がいいと周りが思ってるんだからと,とりあえず今しょうがないよねというのはこれが普通の核,核の論理ですからう,うちは後半がないので、はい、後半がないとうちはやられなければいいんですけども。も、えー 台湾戦争とかに巻き込まれたときに本当にどうかしたらどうするんですかって考えておかないといけないですよねうんそのためにじゃあ、そのときアメリカがどう動くんだっていうのをわれわれもコミットし、て、うん、知っておかななきゃいけないけ本格的な大戦争起きないので、核戦争はですね、うん、それアメリカ本気になったらちょやられちゃうので、うん、だちょぼっとなんかやられるときどうするかっていうのは、ですねこれがこれが国のさあそして来週は特別企画です。題して どうなる国会、どうなる国際情勢、激論・工事コメンテーター交流戦恒例のダブルコメンテーターウィーク、6月25日にはイベントも控えておりますが、一足早く番組でもメジャー級豪華論客たちが朝から生で激論の交流戦です初日12日月曜日は、飯田恭之さんと保育事業や子育て支援を行う認定 NPO 法人、フローレンス会長、駒崎宏樹さん。 13日火曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん14日水曜日は高橋陽一さんと高橋杉雄さん15日木曜日は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんと峰村健司さん最終日16日金曜日は佐々木俊直さんと野村修也さんこの週は千葉県の美味しいもの詰め合わせも毎日当たりますポッッドキャストや youtube ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いします。 そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2023のお知らせです報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週はこのオッケー工事アップもよく聞いてくださっている風刺コント集団、うん、ザニュースペーパーの福本秀さんとありがとうございます今年上半期のニュースを振り返ります担当は遠藤達也記者です、うん、ポッドキャストも地上波もぜひお聞きください来週は特に飯田工事の OK コージーアップをよろしくお願いします,しいします続いて教えてニュースキーワードです入管法改正案今日にも成立へ 不法滞在中の外国人が入管施設で長期収容されている問題の解消を図ることなどを目的とした入管難民法改正案が昨日参議院法務委員会で可決されました難民申請中は送還が一律に停止される規定を見直して3回目以降の申請者は送還できるようにすることが柱で今日の参議院本会議で成立する見通しとなっております で、えー、それ以外にも紛争から逃れた人らを難民に準じて保護する補完的保護対象者制度まあ準難民制度なんて言われますがこれも盛り込まれているというところであありますます、あ、このね、えー、採決についての混乱であったりとかあるいは審議妨害というところも結構ねメールはいただいております、えー、もうちょっとなんとかならないのか民主主義を、まあ、議員だとかあるいは、えー、周りの取材者が破壊するようなことは許されないと匿名の方メールもいただいておりました。 まあ、その辺の話もそうですし、この、ね、法律の中身もそうですしというところですが、金原さんどういくつか,いくつかあの大事な話が入っちゃってると思うんですけれども。 経済難民はだめなんですよね、出稼ぎの人は難民じゃないので、痛いといってもそれはだめなんですよ、しっかり人を支え続きをしてほしい、それを何回も何回も難民申請されても困るわけですよね、難民申請中は日本にいられるので、難民ビジネスもちゃんとありますから、しかもね、働けるように今なってますからね、そこはもうだめだってなってるんですけども、他方、難民条約の難民って結構狭いんですよ、もともとヨーロッパって革命とかあると、満タイでうわって人が動いちゃうんですよね、国境を越えて。これが本当難民なんです 島国ではこれないです、経験があんまり。どしゃっと入ってきた人を返すと、ですね革命が起きてるので、例えば共産主義革命だと、無将の人を返すと殺されちゃうわけですよ。ええもう帰れませんって、こういうのをどうするかって話で返しちゃいかんていうのが、これが難民条約なんですよね。なので、経済難民は、経済難民と出稼ぎ関係ないですよ、これ。ただ、今のウクライナみたいに、逃げてきて、帰ったらまたお前、ロシアに着くのか、国クに着くのかって言われて、ロシアに着くと言わないと殺されちゃうと。 返せないでしょとかでウクライナ側にいても弾がばらばら落ちてくるので帰ったら死んじゃいますよと帰れないでしょとこれ難民にならないんですよ。といあのは政治的な信条とか人種で差別されてるわけではありませんから単に戦争があるだけなのでこれはかわいそうだろうというので多分、純難民で作ったんだと思うんですけどねこれはいいことだと思いますしあとの根本的に。 移民をどうするかという問題は別の大きな問題があって、はい、エッセンシャルワーカーのところってもう人が本当に足りないし、うん、年間135万人ぐらい亡くなって子供七が70万とか80万ですからね、はい、年間450万人が減ってるわけですよ。今、今250万あの外人の方に来て働いてもらってるんです。 出選振興も1割ぐらいなんですよね<ー>アメリカもは基本的に全員が移民ですけども 1> 1ヨーロッパでも1割ぐらい移民なので、えー、もうちょっと入れないと間に合わないとあってって、うん、技能研修とかですともやめようとそういうのはい、とあ<ー>もうちゃんとあれあの技能本当は技能研修じゃなくて働いてるわけでしょ。 ほぼ普通に研修ではないとは初めからそうやって入れてちゃんとしたらいいじゃないかとかです、ねはい、私あの入管法の改正は基本的には全体の方向いい方向に向、ねまあ、そこの、ね、労働力の不足の部分をまあ省力化等々で賄えるのか賄えないだろうとなるとどうする AI とかホ、ねはい、ワイトカラーの仕事はどんどん AI に食われちゃうんですけれども。 でもあのでも基本的にエッセンシャルワーカーとかいやは関係ないので、はい、で基本的にはあの,の数が人の数が足りないと特に田舎ですよね。うん東京にいるとわかりませんけれども、はい、私の山口県なんても本当あれですよ。<う>地方に行くと外人さんが働いてますからね。ああだ農業なんかもこのねコロナで人が入ってこなくなったことで立ち行かなくなったっていうのねそうそう報道があったりしますね。EU なんかだってねあのみんなそうですようんあの。 地方の方の国から来た人たちがポーランドとかね、はい、先進国で働いていての農場とかで止めるとおかなくなっちゃうんですようん。まあ確かにその辺もね、これからこの国の形どうするってところもそうそうそうね、いろんなところですよね。そうだと思います。えー、入管法護会社が今日のキーワードでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスキップ,アップ。 ASEAN= 東南アジア諸国連合は7日インドネシアで軍のトップによる会議を開きましたすべての加盟国が参加して今年9月にも南シナ海で合同軍事演習を行うことで一致したということです会場での警備や海難救助などで連携の強化を図るのが狙いとされております さあこの ASEAN アア合同軍事演習 ASEAN アアというところもなんか不思議というかね。 えー、やっぱ国によって温度差があったりするもんですか基本的にあの中国に対して言れわれた距離感がある国と中国に近い国とでこう分かれるんですよね、であのまあ、彼はら彼らでまとまってあの中米中にです、ね、あのやられないようにしたいという独自性もしたいと思ってるんですけれども、はい、米中からしたら草刈り場になるわけですよ、<ー>それで、まあ、自分たちでまとまらなきゃという気持ちがあるんだと思いますね。う 海側のですね、インドネシアフィリピンというのは原稿にやられてないので私らと一緒で結構中国で出す距離感があるんですよね。ああ までで遡るんすそれ以外の国は超国家だったのでどうしても中国の方が偉いという感じはあるんですよね。あとベトナムが中国ってあっなので共産権どしなんですけどしょっち侵略されるのでこの辺はちょっと中国に対してきついんですけどタイとかは親近感が強いですよね。人人人的に混ざってるののと中国文明たたちななんですよね資本みい 作ったたででき国なんすよだからかなり中国入ってるのとあとミャンマーは最近軍事クーデターで制裁かけるからどうしても中国に行っちゃうんですよね。ちっちゃい国はかわいそうですけど中国に逆らえないのでラオスカンボジアブルネイは海底油田のところが中国の球団線っていう中国の南シナ海の首張に引っかかっちゃうんですよ。逆らうとガツンと中国にやられるのでもう絶対逆らえないんですよね。この人たち もほっとくとこう端から食われていくので、はい、帰らは帰らでま,まとまってたいと思うわけですよ。しまマがほらあまとまって大岡<ー>みたいなけどライオンピョ、えー、ンと飛ばすようなあ,、はい、あ,れあれですよね。あの 軍事同面ができるぐらいまとまりがあるわけじゃないので、はい、海上警備とか海難救助とかですねこういう警察系の柔らかいところでやろうという話だと思いますね。うん、あ,あんまり本当の軍事の話になるとそうやっていくとセティブな中国に対して近い国とそうじゃない国がいるのでこの辺の、ね、海上の警備とか海難救助などなどっていうのは結構海上保安庁がこの能力構築支援だとかいろいろあそこかやってるんですか 日本の海上保安庁はですね,ですね軍から違う水上警察という独自の組織なのでうそういうことをやりましょうということであのアジアに兄弟いっぱい作ってもらったんですよね、この辺じゃあの海上警察の兄貴部なんですよ、海上保安庁って。やってるんですけどね、でこれは誰もうまくいませんから、海上救助とかは。はい これはあの人道的な義務なので敵も味方もない世界ですからこれこれやってる限りはもう文句言えないってことですけどただ、やっぱりこう台湾の有事であるとか米中がこう角突き合わせてくるってところになるとこのまとまったままでいられるか。 まとまってないとやられちゃうんですよね、一対一はやられちゃいますから、あと南シナ海全域を中央自分のものと言ってるので、あれ、地中海ぐらいでかいですからね、南シナ海って、あれ、全部自分のものと何言ってんのとみんな思うんですけれども、中央本気なので、そうすると、沿岸国がまとまるんですよね、ベトナム、マレーシアと、それからインドネシアとフィリピンですね、これ辺、まとまってくるので、彼らが中心だと思いますけどね。 海がない国もありますからラオスみたいな関係ないと思いますけど南シナ海沿岸国を中心にまとまらないとやられちゃうよっていうことだと思います日本のアプローチとしてはどうやってちは私たち同じであ,の、はい、あそこは航海ですから公の海なので中国,の中国はあそこ全部自分のものだと言ってるのでそのみんなで自由に使おうねっていうことですから私たちは大関係だと思いますけど。あそこの原則をきちっと ええ、行っていく。ええ、あの銀座三、銀座四丁目の交差点みたいなもんですから、南下ナ海って、ものすごくこう。う 交通が複層するので、えー、あれは自分のものだと言われたと、えー、バリケットらうと困るわけですよねいきなりカラーコン立てて俺のところだぞなんていう話をそれ中国やり始めてるのででみんなちょっと意外にしてくれと言って今今みんなでワーッと入ってるんですが南坂にうこういうことやってくれることはいいことだと思いますよバラバラになったら中国にやられちゃうんですんまとまらないとやられちゃうんですよね大きいですからね中国は中国は分断したいんですよ一個一個パチンパチンとやっていきたい。はい個別激化していきたいと、えーえー みんな弱い方はまとまって、うんはい、私たちも皆さんまとまなさいよってことだと思うんですけどね。まとまる旗振り役として、いろんな形のまとまりをこう突きつけていくってことですか、まあ、大きなあのなんちゅうか、大きな勢力があるんですけども、はい、町内会でまとまって、皆さん、皆さんって言ってないと、最後はじゃ会長さん、言ってくださいって話になるので、その時やっぱり日本とクワッドになっちゃうんですけどね。あ日本、アメリカ、インド、オーストラリア。んでも,、えー、でもその大きいいかないと ちちっっゃくに怖がっていきません,から,んから皆さんのご意見をまとめて聞いてるって大事なんですよ。ああうちが言ってるんじゃないですよ<う>みんなの総意なんですよと。 やっぱここみんなが使ってるみんなが使ってる道だしですね、はい、あんた一人で空っぽを置いて帰ってくるなとかね何言ってるんですかと、うん、うんいうようなことはでそこでやっぱりこ,うこの呼び止まれのスローガンとして自由で開かれたインド太平洋だとか,でとかっていうのは自由で開かれたそういうことですよねう,んうちの町内会の旗はこれでございましたよねということですよ。 これが民主主義みたいなことをやるとあ、うち家柄的に違うんだけどってところが出てきちゃうとあそこは今、難しいところで、はい、あのみんな、そっち来るんですよ、民主主義の方に、来るんですけど、うん、皆さん、とりあえずまだあの経済発展の方に関心があるし、えー、あとですね、すぐ制裁かけるんですよ、あの西方の国が。 あ,あれやっちゃうとですね何が起きるかって、はい、あんたたち何したんだ19世紀になっちゃうわけですよ歴史真っ黒ですからねヨーロッパの歴史の19世紀なんて悪いことちょうだいだからの人たちって、まあ、植民地作ってね、えー、その頃でも,もう彼ら民主主義になってたんですよ、えー、中は民主主義で外は植民地でやってきたのでこの人たちて、はいえー、そこの部分を一回こうきちんときれいにしたみんな変わったんだよって言わないと、えー、あの自由とか民主主義に肌には関係ないからねと、えー、皆さんだってそうでしょと。 なりたいでしょっていうのを言っていかないと人権民主主義制裁って言っちゃうとですね反発がバーんと出るのでそれで岸田さん最近法の支配の。 はいえー、ヨーロッパ人もされてるんですよ、えーえー、ルールベースとインターナショナルコミュニティっていうんですよねうでもうちょっとあの約束は守ろうねから入ってるんです今だからああなるほど武、はい、力行使は殴るのやめようねとか約束守ろうねから入っていってここがみんな反対しないんですよ工夫してあの、はい、グローバルサースの上の方をこう取り込んでいかないとあんまり偉そうにして上から目線でやってたらみんな離れちゃうんですようんあ、まあ、すごく大事で 今の日本外務省の記者さんもそこをすごく気を使ってやってると思いますよ。あやっぱ言葉の使い方という間に乗って人権だとか言って、はい、制裁だとか言ってたらいいことありませんよとんまあミャンマーみたいになっちゃうともう制裁しかないんですけどね反社会的な,な,ながところに入ってくると、えー、しょうがないんですけどちょっとぐれてるちょっとぐれかかってるところはです、ね、先生がちょっと何かは話してきますからみたいなことやらないとあ,<ー>あるんですよ、それはちょっとしたあの報道機関の締め付けとかやりますから途上国は。 うんそういうことでいちいちでやめなさいよということを説得しないとですね、はい、いきなりバーンとねいきなりやっちゃうと先生のこと聞きたくありませんみたいになっちゃうわけですよ <laughs> <laughs> 子供もと一緒ですからねそれはまずいとそうそうそう今一番難しいところだと思いますよ一緒に告の一番上のところですよねうん彼らうまくこっちに抜けてきてもらわないと町内会の役になってもらわないといけないんですよ。なるほど <laughs> ASEAN、えー、アアとの関係、えー、そして、まあ、日本外交というところをお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページご覧くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事ーーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。 リーダー工事の OK 工事アップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください